さて、前回船井館を落としてから緊急修復を入れたところで終わりました。まあ、それで島津ですね。島津を今引き続き落としてるところなんですけど、この岩尾城とこっちの人吉城ですね、を攻撃してってます。まあ、こっちの人吉城も早めに落としてほしいんで、強行にしておきましょう。先に落とせそうなのはこっちの岩尾城っぽいですね。はい、岩尾城ももう落とせますね。はい、城を攻め落としました。岩尾城制圧完了しました。絡め取った。4人捕らえましたね。忠節を尽くします。3人投与できた。これはうまいですね。まあ、年久は仕方ないでしょう。噂に聞くより寛大な方ですね。さて、ここに一部隊ちょっと出てきてるんで、こいつだけちょっと追い払わないといけないですね。こっちの熊本城から出陣させて、ここに連れてったら大丈夫でしょう。これで行きます。あと一応念のため、ここの国衆もちょっと出陣させておきましょうか。皆の者、これで人吉城も言うてる間にこれは落とせそうですね。あっと、いや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 、毛利さん4万マジか。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとタイムで今毛利4万ぐらい出陣してきてましたけど、ここの串崎城から周防高森城かな、ここら辺あたりまで兵出てないじゃないですか。これがおそらくここで活躍してるマラソンランナー、まあ、こいつ串崎城を目標にしてるんですけど、そのマラソンランナーのおかげで出陣してないんやと思うんです。ここら辺ね、あの城。なのでおそらく効果範囲的にターゲットにした城の、まあ、どれぐらいかわかんないですけど、1個か2個の先の城ぐらいまでは歯止めが効いてるのかもしれないですね。ここの国衆出てきてるんで、まあ2個ぐらいって感じですかね。目標都市の、ああでもどうなんやろ、細かいところが分かんないですけど、まあ大体こんな感じってところですね。4番であればおそらくなんとかできると思うんですけど、ああこのあれですね、毛利の軍よう見たら、まあ文字城に行ってる軍もあるんですけど、この船井館に行ってる軍もありますね。2部隊か1、2、3部隊ですね。こことこことここなんで17000ぐらい、17000ぐらいの軍、毛利の本体も含めて17000ぐらいの軍が船井館に向かってますね。あー、これ耐久が減ってるせいでしょうね。もうとりあえずちょっと距離ありますけど、船井館まで軍を出さないといけないですね。もちろんこっちの文字城にも兵を出さないといけないんでしょうけど、もうとりあえず距離のあるこの金石城ですね、金石城から出陣させて、ここの文字城ですね、文字城に待機させます。遅れてはならぬ。ということで、今出せる軍、ここの岩屋城ですね、岩屋城の部隊を船井館に連れていくのと、いざ出陣。あと国衆も連れていける分はちょっと連れていきましょう。いざ出陣。あと龍蔵寺ですね、ここの大村城の龍蔵寺もちょっと連れていきましょうか。ついてこい。あとはあんまり能力がなくてもいいんで、船井館の城主を決めましょう。城主がいることで城の能力も変わってくるんでね、まあ、統率が高い方が安定な気はするんで、この鎌地さんにお願いしたいと思います。お任せ。あとは一応念には念を入れて修復を船井館に入れておきます。ことを始めます。これで一旦やれることはやったかなって感じですね。あとはこの人吉城をなるべく早く落とす、それだけ頑張って。おっと、あれ、え、あ、あー、もう84か、84だけやったらもう合戦はせずに行きましょう。これで、はい、人吉城制圧完了です。はい、これでとりあえず本体は速攻で騎乗してもらいましょう。あとは島津の軍がおそらく取り返しに来るんですけど、この相手を誰かにしてもらわないといけない。ちょっと軍は諦めるとして、防衛部隊に2部隊、この大石隊と、小川隊かなだけ残して、あとはちょっと退却させましょうか。
いやまあこれ本体以外残しとくか。毛利がいよいよ上陸してきましたね。上陸してきたし、さらに出してきたか。これ大丈夫かな。とりあえず第一陣はつこうとしてるんですけど、他にも出せるところは全部出してきてるつもりなんですけど、まあ、ちょっと兵糧がなくて出せてない場所もちらほらあったりするんですけど、あとは伊万里城ぐらいか。でも伊万里城もこれ今出てる物体、いやもういけるか。いないよりはマシということで出しておきましょうか。はい、我に続け。そしてこの人吉城のところも島津が取り返そうと、はい、攻撃をしてきてます。なんとかなんとか耐えれるレベルではあると思うんですけど、はい、まあ、一部ちょっと部隊撤退しちゃってますけど、おそらくいけますね。はい、ここの文字城のところもいよいよあれですね、毛利が上陸してきてますが、まあ、今のところはそこまで大きな問題にはなってなさそう。やりました。はい、ちょっと戦場が多すぎてなかなか見るのも大変ですね。おっと、この距離でも合戦が出現しましたね。ただ兵力的に勝ててない。ここの鍋島の部隊が来ないとちょっと無理ですね。お、人吉城はもう攻められてないと。戦の支度だ。あ、まあ、鍋島町ですねこれは。こっちの文字城の方は制圧されてるんで、ちゃんと守ってもらいに行きましょうか。これで多分大丈夫。はい、こちらの方でまた合戦ができるようになったんですけど、あー、なんとかいけそう。はい、勝ちました。思えますな。うん、いい感じですね。我らの勝利を振り回るのだ。ありえぬ。はい、毛利を追い返しました。これであと1部隊だけ来てますけど、こいつ帰らんかな。さすがにもうこれ以上来られてもあんま意味ないんで帰ってほしいんですけど。お指図を頂戴したく。あとはここの部隊ですかね。ここの部隊は普通に倒せそう。後ろからもまだ5詰めが来てるんで、係数的にもおそらく勝ってると思いますけど。はい、ここの文字城もなんとか、はい、大丈夫そうではありますね。はい、1人成人しましたと。敵ながら見事敵将が首を打ち取りましたね。はい、あ、もう文字城を攻める部隊はいないと。はい、船井艦ももう大丈夫。いやー、よかった。え、あ、闇討ちか。てっきり打ち取られたんかと思いました。いやー、よかった。あとはここは制圧して戻しましょうか。おお、者ども帰るぞ。いやー、ちょっと冷や汗もんでしたね。闇討ち、あ、またベッキーの闇討ち出てますね。やっときましょうか。お聞きいただきたい。成し遂げてみせますぞ。まあ、とりあえず取られた軍の、まあ、ダッシュというか、もう一回やっていきたいと思います。ようやくとりあえず荒らされたところの軍ですねの取り返しは終わりました。そしてですね、ついに制度改新のレベル3ができるようになりました。今まで身分が武将以上の武将が全然いなかったので、これができなかったんですよね。なのでやっていきたいと思います。まあ、今回の戦でだいぶ昇進したんでね、そのおかげですね。はい、やっていきます。構いません。これから本拠移転していくつもりなんですけど、前毛利から攻められた時ですね、まあ、ここにあのマラソンランナー置いてた時なんですけど、まあ、結構ね思ったより強力かなっていうのがあるんで、まあ、もうちょっと今後はマラソンランナーは制限していきたいと思います。まあ、ここら辺の伊万里城とか制服寺城とか取らないといけなかった頃の弱小っていうレベルではもうなくなりつつあるんで、まあ、今後はねマラソンランナーなしでもうガチンコで戦で対応していきたいと思います。それでは本拠移転したいと思います。移転先はこの船井館ですね。ここに行きます。はい、さて兵力回復してきたところは回復し始めたので、これからちょっとこの大友ですね、大友の岡城を攻めたいと思います。
ちょっとね、この岡城があることで結構邪魔になってるんで、まあ今見た感じ大友の軍全部合わせて2万5000いかないぐらいなんで、まあ、結構ギリギリの兵力でいきたいと思います、まあ、というのもこっちの毛利とかね、こっちの島津がちゃちゃを入れてきたら困るっていうのもあるんですけど、おっとこれ島津がなんかあれですね、進攻の準備してますね。しかもうちがターゲットになってない模様ですね。ということは大友に進攻するのであれば、ちょっともうちょっとの間待ちましょうか。そしたら大友と島津が潰し合ってくれたら城を取るのも楽になるんでね。そんなこと言ってたら島津がもう攻め始めましたね。これはちょっと島津と大友の戦いを見守りましょう。はい、ここで島津と大友の戦が始まりましたね。そしてはい、流言が成功しましたと。まあ、今のところは兵力差そこまでなさそうですけど、大詰めが島津にはあるんで、結構やばそうではありますね。お、士官。さてさて、これはさすがに勝てないか。無理そうですね。はいはい、1万ぐらい残りましたね。これではさすがに守れないでしょうね。ということで、島津がいい感じに兵力を削ってくれたんで、こっちも兵士を出して占領しに行きましょう。あの城をいただきに行こうか。とりあえずこれで行ってみるか。みんなついてまいれ。島津あれですね、結構ちゃんとここら辺兵力残してますね。内城とか清水城とか。なのでついでにちょっと島津を取りに行くっていうことはできなさそうですね。いつの間にか阿賀田城島津に取られてますね。あとはうちでこっちの城を取ったら終わりですね。多分どっちも取れると思うんですけど、まあ頑張っていきますか。さて岡城も強行が始まったし、この臼杵城も強行始まってますね。あともうちょっとで落とせる。いい感じかな。さて、べっきがもうそろそろ出てきそうですけど、はい、べっき出てきたか。あれ、出てきてない、まだか。あ、こっちの大友が出てきたんですね。大友は倒したと。そして最後にべっきをまたいじめて終わりましょう。ただこれ別に合戦しなくて良さそうですね。このまま殴り切っちゃいましょうか。フォロー大丈夫かな。23日。ああ、まあもう一応合戦しときましょう。はい、かつてカブトの王を指名ですが、今は喜びましょう。はい、これでどちらも落ちそうですね。もう終わりそうです。はい、臼杵城を制圧しました。はい、いっぱい捕獲しましたね。投与します。お、一人か。まあまあ一人だけでも投与できたらいいでしょう。噂に聞くより寛大な方ですね。さて残りの岡城も落としていきましょう。これは、はい、岡城を制圧しました。これで大友家を滅亡させました。敵将我が手に落ちた。これで全員投与したいですけど、どうなるかってところですね。投与を13人。お、ベッキも投与できましたね。一人だけ無理やった。まあ、逃がしてやりますか。というか処罰できないですね。確か年齢15歳やったら、あ、やっぱ処断できないですよね。16歳未満の武将は処断できないと。いやいや、めちゃくちゃ強いじゃないですか。これは辛いな。なんと首を取らぬか。はい、加入しましたと。帰還する前にですね、ただもう兵力がないんで帰還するしかないのかもしれないんですけど、ここですね、ここの島津の城、今耐久的に取れそうなんで、取れるなら取りに行きたいんですよね。ただ兵力の余裕が全くない。しかも武将も割と優秀ですね。はあ、これを取りに行くのは骨か。後方にも結構もう兵士帰ってきてるんで、無理そうですね。ちょっとここは諦めましょうか。一旦帰ってまた内政しましょうか。
さて今回取った城ちょっと見ていきましょうか。これが臼杵城ですね。臼杵城です。ここですか。ここも農村と位置がかなり多いですね。多いし、あれですね、南蛮寺が多いですね。はいはい。岡城は割と位置が多めで、この銀山町か金山町かわからないですけど、この上位集落があるのがうまいですね。あとはちょっと前に取った紀伊谷城も、ああ、南蛮寺がある感じですね。ここはちょっと1ランク落ちるっていう感じはありそうですね。もともとここら辺大友の領地なんで、やっぱり南蛮寺が多いですね。あと今回登用した武将なんですけど、大友がかなり忠誠が低いですね。4なんでめちゃくちゃ低い。能力はこの通り高いんですけど、政務も高いし統率も高い。こいつはちょっと出奔されると困るんで、家宝を渡していきたいと思います。統率と武勇が他の政務とかに比べたらちょっと低めなので、それをちょっと補う形で家宝を渡していきます。片付けなし。ちなみにこの楽一楽座ですね、この楽一楽座のレベルを上げてたので、今取引で7等級まで家宝を購入することができる状態になってます。あともうちょっと維新が必要なんで、内政やりつつ朝廷との交渉もやっていきたいですね。さてまたお金に余裕が出てきたので、政策を制定していきたいと思います。今回はこの砲術指南と、あとこの馬術指南。はい、これで馬術と砲術ですねのレベルが少し上がって、まあ少し戦闘が強くなるかなっていう感じですね。あともう一つついでなんで、この銀交易もやっていきたいと思います。今回砲術師なんで射撃場作れるようになったんで、まあ、こいつが活躍するタイミングも出てきそうなので制定していきます。よしました。そして割と領地も広くなってきたので、この小荷台配備もやっていきます。はい、一気に制定しましたね。でもまだ結構お金の余裕はあるんですけど、もうちょっと武将の余裕がないので、一旦これで制定を進めたいと思います。さてとりあえず政策の制定がある程度終わったんで、さらに追加で制定していきたいと思います。この馬術指南ですね、思ったらレベル2にできないんで制定しなくてもよかったかもしれないですね。まあ大した質じゃないんで別にいいんですけど、次はですね、この砲術指南のレベルを上げます。これをすることで射撃場のある城で鉄砲レベルがプラス2になります。なので射撃場を2つ建設できればプラス4になりますね。はい、あとはこの幌州ですね、まあ、今更ながらやっていきたいと思います。さてだいぶ政策制定できてきましたね。